皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画は視聴者さんからのリクエストでタイダイ柄の作り方をご紹介します。真夏にぴったりで元気いっぱいなネイルデザインのタイダイ柄は一見難しそうに見えますが、初心者さんでもチャレンジしやすいネイルアートです。今回ももちろん100均だけ。組み合わせるカラーは無限大で、お好きな色を選んで自分だけのオリジナルなタイダイ柄を作ってみましょう。ちょっとしたコツを押さえておけば比較的簡単にできますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。今回はネイルチップに塗っていきますが、地爪に塗る場合はネイルケアをして、爪の表面が曇る程度に軽くヤスリがけをして、エタノールで油分除去をしたら、ベースコートを塗って硬化したところからスタートします。まずは下地にセリアのホワイトを塗っておきます。どんなカラーを塗るかにもよってきますが、下地に一度ホワイトを塗っておくことで、この上に塗るカラージェルの発色が良くなるので、一旦ここでホワイトを塗っておきましょう。全体に塗り終わったら硬化します。次にベースコートまたはベース&トップを塗ります。ここは次に塗るカラージェルの滑りを良くするためだけなので、薄く塗りましょう。ハケにほんの少しだけジェルを取って塗ります。ハケを爪に押し当てるようにして、かすれるくらい薄くで OK です。全体に薄く塗ったら硬化しないまま、お好きなカラージェルを準備しましょう。今回はカラフルな色合いにしたいので、こちらの6色を使っていきたいと思います。ダイソーのターコイズブルー、ライムグリーン、セリアのレモンイエロー、ダイソーのドラゴンフルーツ、グレープピンク、セリアのライトパープルの順番に塗っていきます。ボトルのハケのままだと塗りにくいので、ネイル用のパレットやアルミホイルなどにカラージェルを少量取り出します。そしてここで使うのが細長いライン用の筆。こちらはキャンドゥのアートライナーという筆で、細くて長い線を描くときに使う筆です。タイダイ柄を描くときはできるだけ穂先が長い方がうまくいきやすくておすすめです。この筆を使ってまずはターコイズブルーを塗っていきます。爪の左上、根元側を斜めに塗りつぶしましょう。ターコイズブルーを塗ったら、今度は同じようにライムグリーンをパレットに少量取り出して、キッチンペーパーできれいにした筆でターコイズブルーの隣に斜めの帯状に塗っていきます。この時隣り合うカラーが混ざってしまわないように、ギリギリのところを攻めるようにしてカラーを塗っていきます。同じようにして今度はレモンイエローを塗っていきます。それぞれのカラーが同じくらいの幅になるように塗っていきましょう。次はドラゴンフルーツ。
続いてグレープピンク。次にライトパープル。最後にターコイズブルーを塗ります。これで爪全体に塗り終わりました。硬化しないまま、今度は先ほど使ったアート用の長い筆を使います。まずはキッチンペーパーでブラシについたジェルを拭き取ってきれいにしたら、爪の根元側の左上から右下に向かってまっすぐに筆を引きます。途中で筆を止めたりせずに爪先側まで引き切りましょう。一本線を引いたら、ブラシについたジェルをキッチンペーパーできれいに拭き取ってから、今度は先ほど描いた線を中心に放射線状に線を引いていきます。キッチンペーパーできれいにしてから、また線を引いてというのを5、6回繰り返して線を放射線状に引いていきます。ここまで線を引いたら、先ほど描いた左上から右下に向かう線の間のところに、今度は右下から左上に向かう線を描いていきます。最初に描いた線に重ならないようにして線を描いていきましょう。間の線を描き終わったら、ここで硬化します。最後の仕上げにノンワイプマットコートを塗って仕上げます。ツヤのあるノンワイプトップコートでも OK ですので、お好きな方で仕上げましょう。全体に塗り終わったら硬化します。これで完成です。とってもカラフルで元気いっぱいな夏デザインに仕上がりましたね。タイダイ柄の作り方いかがだったでしょうか。カラージェルを塗る前にベースコートを薄く塗って仕込んでおくことで、カラージェルの滑りが良くなって綺麗なタイダイ柄が出来上がります。またカラーを変えればいろんなテイストにできますので、皆さんもお好きなカラーで試してみてくださいね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。